するしない？それでは今回の匠ご覧ください。難2曲1本バー開始です。皆さん手配を開けてください。ドラは分1。先ほどね、前回は痛い報酬となりましたが、うん、今回はありません。はい、全然まだまだ親も残ってるんで、8000天杯からの報酬は本当にね、気にしなくていいんです、うん、はい。で、もうすっぱり忘れて過去のことは忘れましょう、はい、はい、リセットします、はい。さあ、この手をね、うん、どうするかなんですけど、目標というか、はい、テーマどこになるんですか？まあ、やっぱり親が残ってる以上はそこまで無茶はしないです、うんうん、もう絶対マンガン縛りだとかそんなのはなくて、この手だと、まあ、ハイパイ次第になってきて、この手だと、まあ、3色見えます、ドラも持ってます、薬牌もあります、まあ、3半4半あたりでなるべくスピード重視でっていう感じになりますね。白は仕掛けますか？白はこれね、微妙な手ですね、僕的には、はい、ワンスルーありですね。に泣きはしてもいいと思います。上がり率が2枚目も泣かない、うん、でもね、2枚目もスルーもあるんだよね。この辺が全部孤立と見てね、もう単品系三色系作り抜かあるんですけど、じゃあツモ次第でそのパターンも変わってくる。まずはスルーといった方法になりそうですか？そうですね、スルーしちゃおうかな、はい、はい、ではやってみましょう。とりあえず何からいくか。リーチも偉いので、はい、ペイから打って、2万3万も採用したいと思います、はい、ただ今も大事にする。ほぼほぼ次イーマン出るんですけど、うん、ウーマンいてくれれば3万効きますもんね。うん、まあ、ただその場合はウーマンはほぼ切らないんですけど、うん、ドラなんでね、はい、まあ5を重ねた後の2万3万も有効って感じですけど、あまあまあとりあえずほぼ、おこれでいろいろな可能性が出てきました。キムさんどうしますか？はい、薬本一、薬といといも込みで言うと本当にいろんな可能性が出てきたんで、とりあえず泣くはもう泣きます。一応本一っていうのは、はい、想像ですか？それがまだわかんないです。ね、マンかもしれない。とりあえず E1 は切るんですけど、はい、薬薬のリャンハールっていうのが大きくて、うんうん、あとは本一かトイトイかドラか三色か何絡むかちょっとわかんないんですけど、うん、今決めるべき、 E1 を切るのももう決まりました。今決めるべきは泣くかどうかなんですよ。泣く牌ばっかりはね、ちょっと待って考えさせてって言えないの で、うん、そうですね、積もってきた後は考えれるけどね。とりあえず泣くのはもう決めます。はい、はい、出たらその時泣いて、キムさん泣きます、うん、何が出てるかとかもその時に見て決めます。判断していきましょう。はい、あと2枚も切れて残念ですね。第3にね見ちゃうね。やっぱりな、あ、いやこれ泣くけど、ほんポン泣く、はい、出ました、白。さあ泣きましたと、じゃあ、はい、もうちょっとね、数杯とか出てる杯とかで判断できないまま泣かざるを得なかったので、はい、今判断するとして、まずベースは打点です。せっかく3巡目2巡目で先手取れそうなんで、だったらちょっと打点も見ちゃおうかなと。せっかく早いのであれば、うん、打点って見るとドラと3色とトイトイと本一で一番悪いのが3色なんですよ、うん、3色が一番悪いんで、もうパーピンローピン切っちゃおうかなと。そう、うん、8から8から一応ドラ重なりはね、両面に構えたいんで。なるほど、これ結構また人によって変わりそうですもんね、これ。あ、ローピン切りね、うん、とかまあいろいろね、何すんのかね。どれもありな気がします。はい、もう絶対パーワンダーって人もいるだろうし。そうだね、競争はいらないんだって方もね。そうだね、いそうですね。そうだよね、一応ね、打点ベースで3色見て、ドラドラ嬉しい、トイトイでも本質でも嬉しい、そんな感じです。ドラがね、話早いですね。はい、うん、話が早いです、確かに。本質寄りになってくるかなーっていう。はい、切っていきました、ピンス。はい、印象を残して、ソースが増えていけば
マンズが全部いなくなるかもしれない、うん、そうですね。チュンポンしたらパワーワン切りの一択予定ですね。はい、なのでもう本当ウーワンかソーズかをね早く引きたいですね、チュン出る前に。ヤンソー2枚切れ、うん、トンは1枚切れ、はい、うん、ここでもうパワーワンで良いですね。はい、なるほど、トンでも、はい、トン重なりもねすごく偉いので、うん、確かに。でタチャの動向で言うと、はい、うん、そうです、親が2212、これはね展望状況も加味するとかなり受けてる気がします。あれは受けてるように見えるんですね。そう、おそらく自敗とかを残しながら、うん、端っこを残しながら、そう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 、逆に早そうだったり良さそうと思うのはポン、あ、チュンが出た、はい、で親以外はちょっとね何とも端牌が多すぎるので、うん、なんとも言えないです。はい、さあ2つ目の仕掛け、これでどうするか、はい、このチュンを泣けたのが、はい、あと3巡ぐらい、あと2段目にもうすでに差し掛かって少し経った後だと5、7のターツは崩さないんですけど、5巡目なのであれば無理します。3班で妥協しない、4班を狙えます。はい、役々本一か役々ドラドラか、染めに行ったように見えますね。見えますね、露骨ですよね。ちょっと嫌そうに急速切ってましたもんね。はい、ただ今回一つ、はい、自分にとっていい情報が、うん、上茶が僕には絶対絞りたいわけではない、展望状況的に、はい、あ、確かにそうだ、うん、これが僕の持ち点が291とかだと上茶の人はねもう絶対泣かせないぞってなるんですけど、上茶のライバルは今ペーチャとシャーチャなんですよ。そこよりは、はい、そこに上がられるぐらいなら私には甘く打ってくれるんで、キムさんの方が、はい、マシされやすい、うん、まあ、ただ親残ってる分露骨にはアシスト来ないんですけど、あ、そうですね、うん、でも最後のこう選択の時には優位な配合を受けやすいかもしれない、うんうん、そう、少し自分、私にとっていい情報ですよね、上茶がトップ、自分がラスっていうのは。さあトーンが2枚切れになったんで自分のトーンも価値がなくなりました。うん、ナンは1枚切れ、ハク、これはねもうカンの一手です。あ、カンをする、はい、ですね、カン、これカンを絶対今するといった感じでしたけど、はい、一番の理由は何ですか？やっぱり自分の手がまだ、うん、シャンテン数すごい心もとないので一手でも早く進めたいんですよ。もしジャンリンシャンがね重なる牌だったと、まあ、とんでイーソとかローソーとか、あ、まあターツになる牌だったとして、うんうん、じゃあ先に捉えといて泣きたいんですよ、うんうん、もう一手進めたいから。これキルはないんですか？キルは全然ない、ラス目なんで、あ、はい、トップ目だったりしたら違う。そうね、3級4持ちの人は絶対もう安牌で抱えて完しないで、俺はやるぞと、はい、ハイサーリンシャンから、そうですね、ウーワンダブトラになりましたね。これで本当ね、だったらスーワンとか、スーワンとかもね採用、うん、どうですか？ペイ痛かったな、これはまあ切りますか。はい、一応トンタン機の未来もなくはないので、はいはい、切っていきます。ただこれでハイリスクハイリターンな曲になりました。そうですね、はい、他の3人は面前ですからね。そう、特にウーワンがねダブドラウーワン1枚でもリャンハンなんで、みんなトップ目指していけますしね。カミチャは多分ねそんなに手作ってないと思うんですけど、シャーチャペーチャのね動向が怖いです。ドキドキするけど、まあでもそのねスリルがいいんですよね。ちょっとずつなんか壁が出てますね、はい、うん、スリルがいいんですよ、うん、うわーちょっとね進まないのは、これはちょっと止まりましたね。だんだん怖くなってきますよ、うん、しかもあからさまなつもぎりが続いてるのは周りにとってもね、うん、あれですね、あ、もう全然まだでしょ、そう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 、まだでしょって捨て牌ですもんね、これね。そう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 、やんべん払ってマンズの、うん、そう、その視点も本当に大事なんです。自分の手が相手からどう見えてんのかなっていう、これをね、演出がね、そうそう、下にもこれ見ずに、こう、はい、この7
これが相手からどう見えてるかもすごいね気にしてます、ね、気にしたいのにそれさえも叶わない勘したのにした言って進みましたね。これはねもうね、うん、運は持ちすぎるの怖いんで切っちゃいます。これは重なっても偉いんですけど持ちすぎてリーチ受けた時に打てない方が大きくなりましたよね。そうか、そうですよね、うん、ウッパーワンとかも嫌だし、そう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 か今か、そうですね、うん、シャンテン、うん、でこれもねそんなにまだみんなからしたら張ったなとかとは思われないで、はい、なんでなんか頑張ってるなって感じですもんね、うん、それもトンが余るとね、ちょっと嫌ですね。ちょっと他からは、うん、おキム進んだなって見られるんで、そんな呼び捨てにされてるんですか？おキムとか言われてるんですか？ね、こういう言いそうもね、まだ切ってきますよね。どうぞと、うん、まだちテンパってないでしょって切ってくれるんですよ。しかし、なるほど、うん、他もな来そうですもんね。いつリーチが来てもおかしくないです。うん、これは本当に。ただウーワンがねポンの声が入らなかったんで、あ確かにそうですね、それはどうですか、あんこだと誰かがあんこだとどえらいことになりますねドラ6ですか笑えないくなりますね、はい、本当にね事件が起こる可能性が、自分だったら嫌ですね担当がおシャアいいんじゃないですか。そうですね1枚切れ、ね、トンは2枚切れです、うん、この手出し飛んで少しまた進んじゃ攻撃が変わるか、そうですね、これ本当はだからねトン残シャアつもりっといて手出し見せない手もあるんですけど、うん、来ましたリーチ、 E1 切り、はい、ちょっともう捨て牌から街を読むのは不可能な川なんで、まず何を引いてほぼほぼシャア切るんですけど、何を引くかですね。はい、無筋。とりあえずシャアなんですけど。あ、ただただ嫌ですね。まあ、結局シャア切って次に打てる牌がイーソーしかないので。9万行きますか。9万はもう全然切る牌ですね。9万を押さえて回るかどうかは安牌がせめて2枚になってからですよね。そうですね。はい。イーソーしか通ってない以上は9万は当然打つし、全然無筋のチュンチャンパイでも押します。しかしね、ソーズ全然引かない、うわちゃー、これはね、しょうがないと思います。しょうがないんですけど、はい、タイミングがね、はい、うまくこう、はい、テンパイできないように、はい、来ましたね。一発目じゃなかったら9万を押して割ったと思うんですけど、うん、ちょっと上下は降りてそうな、なあ積もったのありゃそう、リーチピーフ積も、はい、思う裏ですね、うん、3100、6100の積も上がり、ハネマンだということで、はい、見せますか、はい、みんなで開けてみましょう。このような手になっていました。うん、テンパイ入ってますね。テンパイ入ってる、3色じゃない、2色、カンチーワン、なるほど、お、現物でテンパってた、そうですね、苦しい曲が続く、キムさん次親迎えるんですけどまあまだ、はい、親が残ってると本当に気にしないんですけど、トップ争いが熾烈になってきて上2人のでもね、はい、結構やハネマンツモだとまたちょっと、はい、頭一つ抜けましたね、うん、確かに、うん、さあこの次のね曲は親ですから、うん、そう気持ち切り替えていきましょう、はい、ここからです、はいはい、ご視聴ありがとうございました、次回もお楽しみに。